今回紹介するのは「なぜ君は絶望と戦えたのか」元村陽の日という本です。これは妻と娘を亡くした一人の青年の奇跡とその青年を支え励まし最後まで日本人としての毅然たる姿勢を貫かせ応援し続けた人たちの物語である死刑や少年法に。 賛成にしろ反対にししろろ、反対何か語りたいなら筆読光氏母子殺害事件の遺族である本村博さんに密着し犯行時18歳だった加害者 F への死刑判決を勝ち取るまでのルポ勝ち取ると鍵括弧をつけたのは死刑判決を勝ち取るという表現が果たして適切なのかどうか悩ましかったからだしかし本書を読めば 本村さんはやはり、勝ち取ったとしか言いようがない。そして、被害者の遺族が死刑を勝ち取らなければならないような司法制度ではいけないのではないかと思った。死刑判決を受けた後の F にも、著者は面会している。F は、死刑判決を受ける前後で大きく変わり。 後半中には微塵も感じられなかった反省の態度がありありと見えるようになっていた死刑判決のおかげであのどうしようもなかった F がここまで買われたこのエピソードは死刑を強く支持する人たちにとって追い風であるただし少し気をつけなければいけないというのも著者は本村さんと長い年月の親交があるだけに F の死刑に賛成の立場から死刑判決を受けたおかげで変わることができた F をことさらに強調して描いている可能性があるからだだからこの部分は間に受けすぎず少しさっぴいて捉える方が良いはずなのだがそれでもやはりこの F の変化には 読者の心を動かす何かがあることは確かだ。俺はもともと死刑には消極的存知賛成派である。殺人犯は全員死刑。という気持ちにはなれないが、かといって死刑は野蛮。廃止すべきであるとは絶対に思えない。死刑にするしかない。本当にどうしようもない。としか俺には思えないやつらがいることは確かなので。 そういう連中を裁くためにも、また彼らに家族を奪われた遺族を遺棄するためにも、死刑は廃止せずに残しておいてほしい。そういう意味での消極的である死刑反対派からは、諸外国、特に先進国では死刑は廃止されているところが多い、という意見が出ることもあるが、これには説得力が一切ない。仮に日本が死刑を廃止したとして、 その後に諸外国特に先進国で死刑が再開された場合今度は諸外国に習って死刑を再開すべきと主張するのかそうでないなら死刑廃止を訴えるために諸外国がどうだという話は持ち出すべきではないだろう非常に良い本だったので死刑の賛成派にも反対派にも読んでみてほしいというか ぜひとも読むべきである。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。